はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回もまた梅酒です。今回もなのかわかんないけどね。サントリーのね、澄み当たる梅酒。これ以前からちょっと気にはなってたんですが、サントリーということで、買わなかったんですが、まあ一応ね、買っときましょうということで。すっきり甘く爽やかに香る、澄み当たる梅酒。天然水仕上げ、糖質 50% オフ。アルコール度数が 10%、リキュール、蒸留梅酒、国産梅 100%。ほほう。まあ、アルコールが、度数がね、普通の梅酒よりか 4% ぐらい少ないのかな。まあ、大体普通の梅酒って大体 14% ぐらいですからね。梅酒を丁寧に蒸留し、天然水を主体に仕上げたら、梅の爽やかな香りと、糖質 50% オフのスッキリとした甘さのお酒が生まれました。原材料名が梅、過去国産、スピリッツ、糖類、酸味料、香料ですね。それでは飲んでいきましょう。これが 500ml で、400円、50円だったか、そんぐらいですね。500ml としては安い。のか。あ、透明ですからね。本当に無色透明だ。乾杯。お！お！梅酒だ。しかも前飲んだ山崎蒸留所の梅酒よか甘くない。なんか以前じゃねえや、今日コメントであったんですけど、甘くない梅酒でなんかおすすめありませんかっていうのはあったんですけど、俺が以前飲んだ八海山のね、梅酒がね、すげえドライだったなって。もうあれ以上のドライな梅酒は多分存在しないなと思います。で、これもね、それなりに甘くはないんですけど、甘くはないんだけど、手ほど甘くはないってこともないんだよね。実際甘いんですよ。でね、えぐみが全くないですね。渋みとか、酸味、なんか、癖っていうのが全くないですね。お、これサントリーにしたらすごいぞ、これ。久々にサントリーの商品飲んで驚いたの。あ、すごい。すごいっていうか、梅酒として見ると、コクがない梅酒。というより、後味がほぼない梅酒みたいな感じでしょうか。でも、目つぶって飲めば、あ、こう梅酒だわって、普通の梅酒よか、まあ、ちょっとすっきりしてるなーって感じなんです。やっぱ色も透明っていうのがやっぱでかい。でかいっちゃでかいですね。視覚で見て、こう、おお、これ日本酒かっつって飲むと。うわ、梅酒じゃんって。ただね、一つね、疑問なのは、癖がなくて、まあ、糖質 50% オフっていうのはいいんだけど、ただね、これね、多分普通にね、梅酒をね、1対1ぐらいで割れば、これぐらいの味は出ると思うんだよね。こんな感じの味になるんだよ。多分。まあ、度数がこれよりか少ないとは思うんですけど。所詮、なんか梅酒の水割りみたいな雰囲気の味にはなってるのが一つ残念ですね。やっぱり、
甘いな。うん。梅酒な。サントリー。これはちょっと、甘くないって言ってもね、これね、50% オフって書いてあるでしょ。じゃあこれ本来ならばこれ倍甘いんですよ。2倍の甘さがあるってことでしょ。って考えるとね、いや、やっぱ本当普通の梅酒って甘いんだなって、よくわかります。結構美味しいっていうか、美味しいっていうか、まあ美味しいんだけど、ちょっと残念なところは、まあそこですね。あの水で割ってしまえば多分、ほとんど同じ味わいになるんじゃないかなと。なので、って感じではあるんだけど、そういえば、あ、まあいいか。でも癖がないのは確かですね。この梅酒でここまで癖がない梅酒っていうのは、多分、ないですね。俺が断言するに、多分ないです。なぜならやっぱり蒸留して、結局、癖をなくしてるわけだから、まあ、当然っちゃ当然の話なんですよね。普通だって、梅酒って蒸留しないでしょ。梅酒ってのは蒸留しない。蒸留酒を、まあ、蒸留酒っていうよりは、まあ、あれですよ。酒、焼酎を加えて作るわけですから。それからそれ以降、まあ、結局のところ蒸留酒を使って、作るわけですから。それ以降蒸留はしないわけですよね。梅につけて、まあ半年から一年とかでできるんですけど、まあそれ以降は多分蒸留はしないはず。独自製法。梅酒を減圧蒸留し、あ、やっぱもう梅酒を減圧蒸留だから。梅酒自体作ったのに、それを蒸留してるわけだから。ああ、やっぱそういうことなんだね。梅酒を減圧蒸留して、梅の実の蒸留酒を、ああ、梅酒の蒸留酒。完熟した梅酒を低温、低圧でじっくり蒸留することで雑味のないクリアな味わいに仕上げた蒸留酒。あと果実、梅果実の蒸留酒。梅、完熟梅果実をスピリッツに短時間浸し、水蒸気を吹き込みながら蒸留することで梅の爽やかな香りを取り出した蒸留酒。あ、二つの蒸留酒使ってるわけだ。まあ、どちらにしろ、まあ、蒸留したっていうこと。詰まるとこ。それプラス天然水を加えて、多分、惜しいね。ここで天然水加えなきゃよかったんだよ。多分。俺が思う。蒸留して天然水加えたでしょ。これ、多分サントリーの策略だと思うんだけど、これアルコール度数 10% に抑えたのは、おそらく加水しまくって、本来蒸留酒ってことはかなり度数高いはずな。梅酒の蒸留酒ってことは、まあ、まあ、どんぐらいだかわかんないけど、まあ何十度とか10度、20度、20、30度ぐらいになるんじゃないか。30度どころじゃねえか。上流だからね、50度くらいになるんじゃないのか。それを、5倍に薄めたことによって、量を作れるわけです。結局。そこなんだ
量を作って儲けちゃおうっていう製法。だからそれをそのままストレートで出せば、美味しいんだろうなと思う。いや、ストレートっていうこともないんだけど。もうそれストレートで出しても、まあ面白いけど、とりあえずさ、アルコール度数 10% っていうのはさ、普通の梅酒じゃないんですよ。普通の梅酒ってまあ大体 14% あります。まあ普通っていうのもよくわかりませんけど、一応、一般的にね、町営の梅酒さんの、町営の梅酒でいくとまあ 14% だよな。多分 14% ぐらいな。加水したってことは、ほとんど梅酒を水で割ったようなのになっちゃうわけだよ、どうしても。っていうのもおかしいんだけど。そもそもウイスキーって40度で固定されてるじゃないですか。あれはもともと、アルコール度数70度ぐらいだっけ ?70 度ぐらいのやつを加水して、40度にしてるっていう話なんで。うん。まあだから厳密に言うとウイスキーも加水されて市場に出てきてるわけですよ。だけど多分これはウイスキーは蒸留酒だからこそ度数が高めに設定されてるわけだ。うん。だって蒸留したんだからさ、度数高いわけだからそんなに薄めないわけだ。まあ。ねえ、せいぜい2倍ぐらいですよ。水で薄めても。でもこれは多分かなり薄めてると思う。5倍ぐらい薄めてるんじゃないか。わかんないけど。何度、その原酒が何パーセントなのかわかんないけど。相当加水してるはず。せっかく蒸留してさ、梅酒を蒸留したっていう時点で、それだけでも、結構レアな酒だよ。だって梅酒わざわざ蒸留する会社ないからね。それ製品ないからね。もうそれだけでレアな商品なのに、わざわざ加水しちゃって、なんかほとんど梅酒みたいに、ただの梅酒みたいになっちゃった。むしろ、梅酒かアルコール度数少なめのなんか、ちょっと薄い梅酒みたいになってる。梅の蒸留酒として、度数高めで40度ぐらいでね、出せばね、これは、売れるじゃないか。25度ぐらいでもいいか。ね、蒸留酒みたいな感じで出せばさ、絶対売れるんじゃないかなと思うんだよな。これわざわざお前、梅酒をさ、わざわざ作ってたよ。ほんとバカみたいな話なんだけど。はい、梅酒できました。その梅酒できた梅酒をわざわざ蒸留しといて、さらにまた水でわざわざ戻すんですよ。また戻してんの。わざわざ揮発させて、アルコール分だけを、抽出しておきながら、また水でも落とすんですよ。なんかわけわからないです。わけわからないですかじゃなくて。わけわからないですよね。なんじゃこれ。その工程の、まあ、意味は多分、雑味をなくすことと、色をなくすことだと思ってるんですけど。ただ雑味と同時に癖、コクもなくなってる。のはもう言うまでもない。普通の梅酒にあった、ちょっとまったりとした、濃厚さっていうのは全くない。全くないっていうか、ないですね。ほとんど。うん。濃厚さより癖がなくて、キリッとして、はいるんだけど、で、先ほどの話に戻るけど、
キリッとするんだったら、癖がないって言うんだったら、普通の梅酒を、ね、倍で水で割っちゃえばいいだけの話。なんで、どうあがいても代用は簡単にできるんですよ。ただし、その逆は無理なんだよね。どうしても。度数を高い状態で残しておくっていうの方が、やはり困難なわけで。だって、一般人が蒸留なんてできませんからね。この梅酒ちょっと度数高めにしたいんだけど、これどうしようかなって。ね、度数低めにしたい、クリアな味にしたいって言うんだったら、ただピャーって水入れればいいだけなんです。ただその逆が難しいんですよ。やはり。うん。だから、まあどっちを取るかですよね、結局ね。まあ、サントリーさんは、そっちを取ったわけだ。癖がない。飲みやすい。度数が低い。色がない。うん。ただ、俺が納得いかないのは、わざわざ蒸留しといて何でも加水すんだと。そのまま出せばいいんですよ、原酒で。原酒でさ。そうするとあれなのか。酒税法があれで税率がかかるのかな。値段が高くなるのか。でもそれにしたってアルコール度数 10% は低すぎないか。せめて 14%、15% ぐらい欲しいですよね。だって同じその梅酒でさ、飲み比べたとしてもさ、こっちの方が度数低いんだから、クリアな味なのはもう当たり前なんですよ。水加えてるわけ。比べようがなかなか難しいですよ、ね。飲み比べても、ね、こう度数が両方違うんだから、飲み比べても、なあ、そんな違いあるに決まってんじゃんって。やっぱそれなりにこう、同じそのね、企画対象として、やっぱ、度数ぐらいはね、同じにしとかないと、やっぱりほら、違いっていうのが、ね、あれ分かんないじゃないですか。だから、まあ、問いつつ、こう、グビグビ飲んでるんですけど、かなり飲みやすいんで、度数が 10% で 500ml なんですけど、もうあと 200ml ぐらいしかない。うん、これはグビグビ飲める。グビグビ飲める梅酒。みたいな。これ女性に持ってこいで。これは。いや、女性にも、まあ女性に持ってこいか。かといって男性にも持ってこいでもないのか。でも、まあ基本梅酒って甘いからね。あんまり男の人は好まないかもしれない。でも、この甘さだと多分、男性でもギリギリいけるレベルなのか。まあ少なくとも、前飲んだその山崎の梅塩か、段違いでもねえけど、甘くないんで、まあ、甘いの嫌いな人にはちょっと厳しいかもしれないけど、普通の人だったら全然美味しく飲めると思います。うん。まあね。でもこれは女性にはね、おすすめですね。これは癖がなくて。あっさり、すっきり、みたいな。で、こう、飲ませまくって、スイスイいっちゃうから、スイスイいけちゃうで、って言って、スクリュードライバーみたいな感じで、女性に勧めて、ね、あんなことやこんなことをできる可能性が、ビレゾン、なくもないですね。これは彼女がいる人には、これを飲ませて、クイクイクイーと彼女がこう酔っていく様を眺めるのも一興かもしれない。まあ、ただ度数少ねえから、10% だからね。普通の梅酒だったらこんな飲んだら、俺、もうやばいです。
こんな飲んだらもう、酩酊です。まあ、酩酊もしねえか。まあ、でも 14% だからね。14% だからね。14% の 14%、14% で 300ml ぐらい今飲んだの。酩酊はしねえな。飯ぐらいだったら多分。ああ、マジグイグイいけちゃうぜ。甘さも控えめだから結構梅酒っていうか、あの梅味のチューハイみたいな感じで、味としてはほんとチューハイみたいな感じです。うん、梅のチューハイ、梅酒チューハイとか梅チューハイ、あの梅味のチューハイ、あのあれじゃないですよ、長屋の梅酒じゃない、あれとは全然違うけど、梅味のチューハイの、ほんと味、それぐらいスッキリしてる。うん。アルコール度数 10% とは思えないっていうより、普通の梅酒とは思えないほどのスッキリさ。ほとんどチューハイレベル。うん。炭酸がないチューハイレベルですね。まあ、これ以上グダグダ言っててもしょうがない。ちゃちゃっと評価しちまおう。あ、でも久々に、あれだな。ちょっと驚いたけど、まあ。うん。まあ、まあ、こんなもんでしょうね。こんなもんでしょうねっていうか。そこまで、あの、まあでも、よく頑張った方でしょ。よく頑張った方でしょって言うのもあれだけどね。うん。いやでもこれは梅酒としてはすごい、すごいと思ったけど、ただやっぱり残念な点もいろいろあります。まあそれをいろいろか、考えて、まあ四つ星ぐらいでいいっしょ。ね、原酒で出してくれれば五つ星だったかもしれないですけどね。2、3、3、4です。ご視聴ありがとうございました。